いいです。今回はですね、DIY を進めていくにあたって、こう工具ですね、をいろんなものを使っていると思うんですけども、実際こう一流メーカーからそんなにこう有名じゃないこうメーカーの商品までこうたくさん世の中にあるんですけど、でその中でもですね、やっぱりコードがある方がいいのかとかない方がいいのとか、人によってこう様々なんですけど、私なりにあの DIY をやっていく上で、こういうものがおすすめですよっていうのを今回は紹介したいと思います。ドン。はい、ということで早速ね、ある程度家にある工具をある程度まとめてみたんですけども、結構まあ他にもまだまだあるんですけど、実際私この画像を見て分かる通り、メーカー自体には正直特にこだわってません。リョービーであったりマキタでボッシュね、そこにどこか分かんないよくの無名のこうブランドまでこうたくさんいくつかあるんですけども、あとマックスとかね。で結果的に見るとこうプロが使うようなものと DIY とかで使うようなの、まあ言ったら安価安いものっていうのは普段普通に使う分にはほぼほぼ大差がないと思ってくれて大丈夫です。で、やっぱプロ仕様になるとやっぱ同じ道具をこう丸一日中ね使うことっていうのも結構あるんで、だから耐久性とかね物持ちであったりとか、もし落とした時に潰れにくいとかっていうね、いろんなものがあるんですけども、まあ基本的にはほぼほぼまあ使用感で言ったら大差はないかなっていうのが今正直現状です。で、まあこれケズルサンダーに至ってはこれ3種類ぐらい私持ってるんですけど、正直使用感で言うとほぼほぼ差はないかなっていう感じですね。はい。で、あともう一つ言えるのが、昔そのなんていうんですかね、ここまで今みたいにこうね、海外の安い商品とかっていうのがあんまりこう出てなかったんですよね。もともと本当にこうマキタとか日立とかね、マックスであったりだとかっていう一流メーカーしかもほぼほぼ出てなかったっていうのもこう私はこういろいろ揃っちゃったっていう理由の一つでもあります。で、コードレスかコードありかっていう部分でいくと、私個人の意見で言うと、絶対コードがある方がいいですっていうのがですね、やっぱりこう職人さんとしてこう外に出て作業をするっていうのがやっぱほぼほぼないので、じゃあ、いちいちね充電いざ使おうと思った時に充電がないとかっていうような形がね自宅だと発生するよりも、やっぱりコードがついて普通に使える方がまあまあいろんな部分でいいかなと個人的にはすごく思います。なので私が今買う工具とかってパッて欲しいなって思ったやつはほぼほぼ、コードありのものを買うようにしてます。で車とか磨くようなねこんなような、ポリッシャーですね、ポリッシャーとかも、これ多分ね多分3000か4000ぐらいの商品でしたけど十分かなり使えてますね。はい、っていう感じで、工具は、こんな感じになります。今回はこれで以上です。この動画を見て良かったなと思ったら迷わず高評価の方お願いします。あと、こんな動画を見てみたいとか質問したいことがあるなどは、下記にある LINE アットの方で気軽にご連絡ください。最後まで来ていただいてありがとうございました。